はい、どうもヒーローゆうきです。今日はキャンピング&カスタムジャパンさんの車を紹介していこうと思います。ミリミリランド、ご紹介いただけるのはキャンピング&カスタムジャパンの梶原さんです。よろしくお願いします。今回お持ちいただいた車両を見ていこうと思うんですけど、まず手前の方からご紹介お願いします。はい、これはね、フリードをベースにした、はいはい、シャネールっていうタイプですね。シャネールっていう名前なんですね。はいはい、シャネールというと口で言うとね、はい、シャネルのインチキ商品みたいだけど、シャネル、確かにシャネルって感じします ね。実際はシャネールって書く、カタカナで書くとシャネールなんですけど、はい、漢字で書いてみると車寝るって書いてシャネールなんですよ。車寝るでシャネール、そう、はい、でそんなとこからネーミングしてます。なるほど。でこれも、この後紹介するあっちの車も、はい、フリードっていうミニバン最小の車をベースに使ってます。どっちもフリードなんですね。そうですね、はい、でこっち新型というか現行型、はい、あっちは旧型、で作り方っていうか考え方は一緒で、はい、コンセプトが2つあります。はい、何でしょう。でシャネールっていうのは、セカンドシート、はい、サードシート外しちゃって、後ろはキャンピング仕様になってるのがシャネール。おー。それから、寝るんだ、はい、寝るんだって書いてこれもシャレで作った名前だけど、寝るんだっていうのはセカンドシートまでは残して、でサードシートも向こうの場合は残してあって、その標準仕様のまんまに車中泊ができるようにしたタイプ、それが寝るんだ。じゃあ乗車定員が違うんですね。そうですね、まあ、乗車定員が全然違ってくるのと、はい、このシャネールの場合は、はい、よりキャンピングカー的に2人で基本的に使うと、うん、いうことをベースに考えてます。で、後ろが寝れるようになってるだけで、はいはい、ここも、このマットも外れて向こう側に、マットがあって、横座りで普段は座ってここにテーブルをセットすることができる。あ、なるほど、なるほど、ような感じなんですね。これがベッドキットになってるんですね。でこの下の土台はこれ板で、土台は板で、寝る時だけこっち側できるようになってて、で向こう側はしっかりした箱になってて、いろんなものが収納できるんですね。はい、で、後ろも全部ここでつながってて、はい、で要はマット3枚から構成されてるんですけど、この3枚のマットを組み合わせて、はい、普通のダブルベッドぐらいのサイズのベッドサイズが作れると、はい、だから2人乗ってって2人寝る、もしくは間にお犬様を挟んで寝る、ペットを寝る、はい、ベッドとペットの、ね、そんな感じにしといて、はいはい、今流行りのポータブル電源を使って、はい、でこれがあれば100ボルトなんで、はい、この上の容量次第では電子レンジも、ね、ヒーターも使える、はい、それから夏はこういう、扇風機、サーキュレーター、はい、それからあと言った先で暇な人はテレビも見たいとか、はい、ね、お相撲みたいに見ないと気が済まないって、一日が終わらないっておじいちゃんおばあちゃんいるでしょ。はいはい、ね、そういう人なんかはお相撲もいつでも見れると、はい、やってれば、はい、そういうふうな感じなんですね。はい、で基本的に収納スペースもこのベッドの下の部分が全て収納になってるんで、はい、いろんなものがしまっておけます。で例えば冷蔵庫とか、はい、そういうものであればこっち側の、箱になってる部分に、こっちが箱になってるんですね。そうですね、これが冷蔵庫とヒーター、はい、でヒーターも、お風呂場用の2畳3畳用のヒーターを使ってるんですけど、はい、お風呂場のスペースと車の中のスペース大体同じぐらいなんですよ。お、だからその車の中のスペースで使える、イコールお風呂場で使うスペースの容量のものがあれば十分だと思うんですね。あ、はいはいはい、でお風呂場で温まれれば車の中でも温まれると、100ボルトさえあればそれで十分でしょっていう。確かに確かに、ええ、この下の棚っていうのはこれって何で固定されてるんですか。いや、もうしっかりここで固定するんですか。うん、車に固定されてるんで、はい、この棚ここ揺すっただけで車が全部揺れるぐらいがっつりついてますから。ええ、でこの両脇にこのボードがあるんですね。そうですね、棚板の受けがついてて、ここに棚がついて、これも落ちないよう、物がこうやってほら、はい、転がって落ちないように段差もついてるし、本当だ、細かいところね言うと、そういうものも全部考慮してるし、で電子レンジとかね、そういうものがついてれば、はい、
ちょっとしたもの買ってきてレンチンでちょっと温めて、ね、朝ごはんとか食べられる、手軽にここで食事もできるし、あとパソコン置いて仕事とかリモートワークもできます。そうですね、だってリモートワークの人なんかもこれで十分、だから行った先でリモートワークちょこちょこっとやってとか、ね、行った先で魚釣りしてゴロッと寝ようとか、ね、スキー場早く着いちゃったから早く寝てようとか、ね、なんかあの丸宿に泊まらなくてもいいような時ってたくさんあると思うんですよ、ありますあります、ね、でそういう時に遊びようとしても使える、それももっと大事なのは、これからいつ何時災害が起こるか分かんないです、分かんないですね、ね、その災害の時に避難所に行けば、自分の車が避難所になるんですよ、足伸ばしてゆっくり寝れるんですよ、はいはいはい、みるみるランド。梶原さん身長おいくつですか？178ぐらいありますね。178、で普通に、あのここに足を入れて、こたつでね、だから一人だけだったらここでご飯も食べられるし、実は後ろに向いてるけどテレビは前でこっちの部屋で見るもんだから、このスタイルでそうこうやってテレビ寝転がってテレビも見れるし、ね、電子レンジもあるし、ね、ご飯も食べられるし、ね、で寝る時にはこれはカーテンオプションですけど、カーテンこうやってつけて、そうするとプライベートスペース、あ、ぐーってなるんですか？なおかつね、このカーテンちょっと工夫しちゃって、カーブでこうやって曲がっていくんですよ、前の方もちゃんと前の方まで、でここまでカーブで寝てて、こうやって寝れると、で完全にプライベート空間ですね、完全に、あの春日じゃないけどここ空いてますよって言えるわけです、ね、もう一人、でなんなら間に大事なお犬様を挟んで、ね、夫婦喧嘩は犬も食わないっていう間にね、愛犬だったら夫婦喧嘩回収してくれるかもしれないし、意外と広いっすね、こうやって見ると。そう、あの、まあ、こう今こっち側に沿ってね、来るとこの辺までになるけど、だいたい1人分が 1つの マット、これで60センチぐらいあるんで、あの十分寝れるんですよ。寝返りも打ってますよね、そうだってこうやって寝てたって、こんだけ広いわけだから、でここまであるから圧迫感もないですよね、はいはい、そうですね、結構高さありますね。そうで、こたつみたいなもんで、足はそんなに、足寝ながらこんな上げる人いないだろうからねで、起きて、このマットをどければ、ここで、まあ、テーブル作って、あの2人並んで朝ごはんでもいいし、だいたい正直言うと、寝床で朝ごはん食う人いないんですよ、だから寝るための場所だと思ってもらって、朝ごはんはあのどっか、あのいいカフェかなんか見つけて、ね、あの吉野家行くとか、ね、あのそういう行ったところによって美味しいものを食べるのが一番いいと思うんですね。だからさっき、まあ、言ってた、あのリモートワークする人だったら一人でここでもできるし、意外と暗いかもしれないと思ったら、最近便利なものを発見したんです。何すかそれ？これ照明が1段、2段、3段、4段明るい、ね、これめちゃくちゃ明るくて、ね、あの結城さんの頭だったらピカピカにいっちゃうと思うんですね。かなりの明るさ。そうで、これを普通に鉄があればこうやってくっつくわけだから、マグネットなんですよ。だから全然こんなのでつけとけば簡単にね、でもう部屋中明るくなる、だからそんな感じで使えるんですね。この車で、この車のシャネールの仕様で、エスティマで作った方いるんですよ。あのエスティマも同じぐらいの車高しかないんですね、でその場合、その方の希望で、これをあと15センチ床を下げたんです。あ、下をここですね。そうですね、だからそういう、特注にも対応しますから。あ、じゃあ高さ何センチにしてっていうのも、これは今、車の高さにして、後ろにポータブル電源が入るように作ったんで、この高さになってるけれど、エスティマはもうちょっと長いんで、ポータブル電源は他のところ手前側に置けるスペースが出るんですよ。だから車のサイズに、幅も長さも車って全部違うんです、なんならグレードによってこの内張りの形状も全部違うんで、そうですよね、だからそれに合わせて、全部作れるんで、うちは、それをただモデルルーム、キットのモデルとして、このタイプと
と、うん、シャネルと寝るんだっていうのと、うん、で2列目のシートを残すタイプと2列目シートがないタイプでは、はい、作り勝手も全然違うんですよ。そうっすね。でただ簡単な考え方で、はい、マット3枚で、うん、ベッドは作れるわけですよ、うんうんうん、でシャネールの場合はベッドを展開してテーブルを作るって言ってもここのベッドさえ外れれば、はい、あとは万年床でいいわけですよ、はいはいはい、だからここの部分をさえ外れるように作っておけばいいっていうか、うん、だからここの下は箱だしこっちの下も箱になってる。へー。でここが棚になってるから普段の作業も全部ここでできる。はいはいはい。あ、こうやっぱ広いっすね。ここがすごい。だこれね、収納する場所がここに置いてもいいし、こっちの背もたれになるんですよ。あ、なるほど。後ろに置けばね。これを後ろと背もたれ、はい、でこれは、今回は、試作で作ってるんで、車のシートレールこうやって残してあるんですけど、シートレール全部外しちゃえばここはフラットになるじゃないですか、はいはいはい、でこういう形で椅子になってて、うーん、横座りできるようになるんですね。で希望をすればここにテーブルを作ってあげることもできるんで。ああ、はいはいはい。あ、このスタイルもいいっすね。そう、ただこれ今これは最初のモデルで少し椅子が高いんですよ。椅子が高いから僕だと座高が高いから頭が当たっちゃうわけ、はいはい、でそれを対応するためにあと15センチ低くエスマの人は作ってくれと、うん、あ、なるほど、ね、だからこれをモデルルームで見てもらって、はい、あと実際にこのマットを自分の車に乗せてもらうんですよ、うん、そうするとあと何センチこっちに広く、あと何センチこっちに狭くなるとか、はい、長くとか、うん、そういうことも全部考えながら、作ること、セミオーダーというかフルオーダーとの間ぐらいですよね。じゃあほとんどの車種で対応できる。そうですね、できるはずです。できるはずっていうのはさっき言った、はいはい、これが一番コンパクトなミニバンだから。この一番コンパクトなミニバンで作ったっていう理由は、うん、小さいもので作れれば大きいものでも対応できるんですね。あと大きくすればいいだけで、ええ、だからその考えで作ってるんで、はい、これだけ広さがこの小さい一番小さい車でさえこんだけゆったり作れるわけですよ、はい、うんうんうん、っていうのはだって後ろの部分全部、ね、うん、ベッドルームにしてるようなもんだから。そうっすよね。そうで寝室に早々他人を入れるうちもないでしょ。ないっす、ね、だから別に応接間とか、はい、ね、キャンピングカーみたいに、うん、ダイネット作ってそこで応接間とかにするとかキッチン作るとか、はい、そういうのがなければ、うん、こういう作りにして、うん、夫婦2人でカップルで、はい、どこでも好きなところにいつでも行けるっていう仕様にするのも考え方の一つだと思うんですね。だからもともとキャンピングカーに乗ってたとか、うんうんうん、そういうんだけど、うん、今はもうキャンピングカー大きすぎて入れない。例えば夫婦でお遍路行こうと思ったら、はい、四国にでっかいキャンピングカーで行ったら、うん、なかなかねスリリングな崖を走ることになる。結構な冒険になりますね。そうで、まあ、高齢になればなるほど、運転はだんだん下手になる。あ、ね、それでも出かけるっていう希望はずっと持ってるわけですよ、はい、でそういう時とか、うん、あとさっき言った避難所、うんうん、避難所に行った時にパーテーションとかできるのはだいたい 2,3 日後なんですよ、はい、行ってみんなやっと逃れてきた人が、はい、パーテーション付きのところで過ごせるわけじゃないんですね、うんうん、そうするとそこにはプライベート空間一切ないんですよ、はい、せめて男はねそこで大の字になって寝る根性はあるかもしれないけど、お子さんとか、うん、お孫さんとか、うん、お院様とか、はい、ね、なかなかそういうところに入れない人たちを大事に思うんだったら車をこういうふうに作っとけば、うん、いつでもこれが避難所になるんです。確かに、ええ、防災グッズでもあるわけですね。そうですね、防災、これからは本当にいつ起こるかわからないね、危険をね、背合わせでこう今生きていかなくちゃいけないわけで、はい、背中から津波が来てるかもしれない、うんうんうん、ね、でもこういうご時世なんだから、はい、こういう車を作っとけばいつでも避難できるし、うん、さっき言ったポタ電とかをちゃんといつも充電しておけばできるし、はい、ポタ電専用の今ソーラーパネルもあるんで、うん、ね、そういうものさえあれば、うん、他の人より快適に生き延びることができるんです。確かにそうっすね。うん、
そうなってくると気になるのがお値段なんですけど、うん、おいくらぐらいで買えるの？これね、うちの車ね、はい、車代プラス50万円でいいんです。50万？ええ、でこのベッドキットとこの棚と、ベッドキットこの棚、はい、こういうあの電子レンジとかね、はい、その辺で家電屋さんで買って、うん、こんな 2,3 万で買えるから、はい、ね、ポタ電だけ18万ぐらいするの乗っけてるけど、うん、うちは、うん、で安いのだったら10万ぐらいのもあるし、いろいろありますよね、ピンキリなんで、はい、だから電気も使わない人はそんなにでかいのもいらないわけですよ、うんうんうん、でそういうのを全部持ってる人もいるんですよ。もう元々キャンピングカー持ってたとか、自分で DIY で自分で作ってた、うん、だけどもう年取って2代目3代目だからもう作りたくないっていう人とか、うん、ね、プロの DIY だからプロの DIY なんで、要はこの商売ね30年40年もやってるんで、はい、どこをどう改造してどうやったらいいかっていうのが、うん、分かってるつもりなんでね。だからあとはお客さんの方でどう使いたいとかあれしたいこれしたい、はい、ね、キャンピングカー買えば 4,500 万するものを、うん、自分の持ってる車に、うん、本当に 4,50 万出して、はい、こういうキットを貸したものをね、うんうん、でキット化することによって安くできるんですよ、うん、あ、なるほどなるほど。キャンピングカーの内装ってだいたい150万ぐらいしてるんですね、はい、内装だけの価格だ、はい、で装備に50万100万かかってるから、うん、車代が400万する、うん、そうするとハイエースに200万、うん、300万足さなくちゃいけないから600万700万になるんです、はいはいはい、それがキャンピングカーの車の内訳なんです、うん、ね、でそのいろんな装備もなく、うん、簡易化してこのキット化した、うん、ベッドキットになってるんで、うんうん、はい、ただクオリティはここで見てもらっても分かるように、うん、これ普通にキャンピングカーに遜色ないもんなんですよ。そうっす、でマットの厚さも7センチあるし、うん、はい、全然100キロの僕象が踏んでもダメだけど100キロの俺が乗っても全然大丈夫で、なんなら車ごとガンガン揺れるほどね、はい、使えるわけですよ、うんうんうん、だからこのクオリティを持って、はい、もう一つの方の車も作ってるんで、だからもう2人しか乗らなくていいとか、はい、これちょっとキッチンここに簡易型をつければ、はい、実はここにシートベルトをつけて4人乗りにもできるんで、あ、そうなんですか、ね、この間実際 S マの方では、はい、4人乗りにしてるんです。でこの作りで、うん、さっき言った、シートも15センチ低く作って、うん、でここのマットも2枚にして、はい、外しやすいように、はいはいはい、でここにキッチンをつけてキッチンの上がテーブルになるように改造してて、うんうん、そういうのも、お客さんのそこまでやってくれるんですね、うん、何でも本格的なキャンパーね、作ることができますから、だからその本格的なキャンパーを作るよりも、はい、それをなるべく簡易化してるんですよ、うん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 、キットにするっていうのは、はい、でなるべくその車に合わせて作んなくちゃいけないから、うん、2つだけのパターン、2つのパターンにして、うーん、そのこのシャネールと、はい、もう1つのネルンダ、だ要は普段4人か5人乗るのか、うん、普段2人でもうしか出かけないのか、うんうんうん、ね、犬は10匹いても乗車定員にならないから2人だったらもうこの、そうこのパターンでいいし、でたまに孫を乗せたかったら、はい、ここにシートベルトをつけて、はい、でここにギャレーをつけて、うん、8ナンバー登録すれば、エスティマも8ナンバー登録してるんで、できるんですね。できるんですね。このエスティマもフリードも、はい、120センチちょっとなんですよ。120センチあれば車高、はい、室内高が、はいはい、キャンピング車登録できるんです今。あ、そうなんだ、で横向きのシートベルトをつければ乗車定員も取れるんです。あ、それいいっすね、だから合法的に保険にも入って、うん、ちゃんと安全に乗って歩ける、うん、で車検もこのままのスタイルで1回取れば取れるんです。取れちゃうんですね、構造変更しますから。あ、なるほど、じゃあいちいち下ろしてとか、下ろして下ろさなくていいんです、うん、もうこのまんま次の車検も取れるように、車検を取りますから。それは便利でいいっすね、向こうのね、はい、ネルンダーの方も、うん、またちょっと車検の取り方が違うんだけど、うん、向こうは今度純正の椅子を全部残してるんです。ああ、じゃあちょっと向こうでもいいっすか、ネルンダーも、はい、メルメルランド。じゃあ梶原さん、こちらの方もご紹介お願いします。はい、これはね、さっきのが、はい、現行モデルのフリード、はい、今度は
旧型のフリードなんですね、はい、フリードで実際に、セカンドシートを残したネルンダーっていうタイプを作ってみました。ネルンダーですね、はい、こちらがね、ネルンダーはここで寝るんだと、ここで寝るんだ、ね、はい、親父ギャグ、親父ですけど親父ですからね、筋金入りの親父だから、はい、ね、でこれはねセカンドシートがって残ってるんですよ、はいはいはい、セカンドシートが残っているということは、うん、運転席助手席2列目が残るんで、はいはい、1人2人3人4人、うん、または5人、うん、普段乗って歩けると、普段は、2人から5人あの5人ぐらいまで 4,5、うん、人乗って歩くっていうことを前提に、うん、だけど車中泊をしたいっていう人、はいはいはい、だから、普段ね例えば子供とか連れてって、うん、子供が小さければ1人ぐらいだったら、はい、ね、ダブルベッドの広さがあれば、うん、間で寝れるじゃないですか、小さいうちは ね、はい、だからそういううちから、そのうち子供は大きくなると一緒に出かけなくなるから、そうっすね、ね、そういう時にはこれでもいいかなと、ね、普段ディズニーランドに泊まる人いないから、うん、ディズニーランドは行くのは子供も行くけどそ、ね、その前の日はね、泊まるかもしれないけど、はい、まあ、そういうのを考えて、こういうのもありかなと、うん、これはセカンドシートをパタンって倒してもそのままその上に置いておる、そう、セカンドシートを倒して、はい、ここにこう板、つっかい棒の板を置いて、ここに板が入ってるんですね、はい、でこの上に乗っけて、うん、あとはこの板の重さで耐えるようになってるんですね、で下板がついてて、はい、さっきの向こうと使ってるのの同じなんですけど、はい、厚みがうちはこれ7センチの、あ、ベッドマットは一緒で、ベッドマットは一緒で、はい、でこれにクオリティがあって、うん、100キロの、うん、おじいちゃんが乗っても大丈夫みたいなね、うーん、こういう感じ、あ、本当だ、で少したわむんだけど、うん、このたわみも寝心地のうちの一つなんです。あ、スプリングの役目果たしてるんです、そういうことですね、でこういうものがついてて、はい、であとは後ろも考え方は一緒、はい、この、前から つながるようにベッドになってて、うん、足突っ込んで寝ると、おで足突っ込んで寝たところの上が、はい、同じように電子レンジとかテレビとか置けるようになってて、うんうんうん、で、フリードでいうと3列目のシートが残してあるんで、後ろも残してあるんですか、後ろも残してある、これはね、おじいちゃんおばあちゃんなの、あ、はいはいはい、ね、法事とか、うんうん、そういう時にたまにおじいちゃんおばあちゃん乗せたいっていう願望が残ってる人用に残ってるんですなるほど、ね、でその時には、はい、めんどくさいけどこの家具、はい、この棚を一回下ろしてもらえば、うん、これって簡単に下ろせるんですか、うん、これはね、ここと、はい、ここで止まってて、あとここにネジが止まってるだけなの。ああ、じゃあベルト外して。そう、ベルト外して、うん、でこっちはこっち側が狭くなってるから、はい、後ろには出ないんです。はいはい、だから前から下ろす。だから前のマットも下ろして、はい、この家具さえ下ろせば、うん、普通の車の状態になる。ああ、ということは、ね、車検がそのまま通るわけです。ああ、はいはいはい、はい、ね。ご存知の方はご存知だと思うんですけど、車にはね、はい、うん、構造変更する前にちゃんと認定の番号がついてるんですね、はい、でその、型式認定を外しちゃうと改造車になっちゃうんですよ、うんうんうん、ところが改造車にならないで車検が取れるんで、ちょっと新しい車で、はい、あと 2,3 年したら売るかもしれない、うん、乗り潰すのには、うん、ね、ちょっともったいないっていう人は、はい、そのまま椅子も全部純正のまま残ってるから、ああ、それいいっすね、うん、リセールがちゃんと効くんですよ、へ、で車検もちゃんとワゴン車の車検で通るんで、はい、問題ないんですね、でさっき言ったおじいちゃんおばあちゃんもたまには乗せられるし、うん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 、ね、でだけど普段は、うん、乗ってった人を3人か、はい、2人か3人ぐらいで使うのにはこういうので十分と、うん、でこれも同じように、はい、椅子の後ろに、うん、さっきの2枚のバットが収納できるんですよ、はい、でそれが収納できるっていうことは、うん、普段4人乗れるでしょ、はい、で普段4人乗れるけれど3人4人乗ってって、うん、じゃあさっきの避難所の問題はどうするんだって言ったら、はい、男は避難所に行ってくれて、ね、はい、女と子供だけ大事なものはここに残ってくれと、はいはい、ね、お犬様とか、はい、お猫様とか、はい、ね、やっぱりそういうところが守んなくちゃいけない家族っていうのは、うん、男じゃないんですよ、うん、ね、女性、子供、うん、お犬様、お猫様、ね、大事な家族がここに、ね、ちゃんとプライバシーが保てるようにするために、うん、こういう構造になってるんですね、うん、
だから普段はそれで乗りながらこういう、使い方もできるっていう構造なんで、これもカーテンとかつけてほしいってなって、うん、これはあの当然向こうにつくもこっちにつくし、うん、一緒なんですね、あのカーテンは別あのオプションなんで、うん、お金もかかることだから、はい、あえてこの安いね、こっちはあえて外してやる、そう作ってあるで、しかも安いっていうのは、はい、こっちは寝るんだは、うん、あの基本50万円あっちは、はい、50万円、ね、あのフリードでいうと寝るんだは50万円、はい、シャネルは40万円、ね、10万円安いんです、はいはいはい、で10万円安いっていうのはああいう箱向こうのみたいにね、うんうん、あの僕収納の箱を作ったり、はい、あのベッドの受けの板をつけたりするっていう手間がないんで、うん、だからこっちの方がもっと安いんです、かなりお得ですよね、うん、40万で、そう40万で車中泊できるんだから、だからあのそういう人たちには、はい、もうこれをほら乗っけるだけで、うん、なんならフリード持ってますよっていう人は、まあ、そうっすね、うん、手っ取り早いです、これこのキット外して乗せてあげますから、はい、そうですね、じゃあもうすぐ、はい、納期もすぐ、納期もすぐ、即納、即納ですね、でうちはあの木工場の方にこの 型はあるんで、はい、フリードに関しては、はい、さっき言った40万50万、でそれからあのオーダーメイドで作る、うん、それ以外の車は、はい、あの10万ずつ高くなって50万60万になります、はいはいはい、で大体車を預かって、うん、2、3週間で中身は作れるんで、うん、あ早いですね、だからそのね今のキャンピングカーみたいに半年1年待たなくちゃいけないとか、うん、そういうものもないし、じゃあ乗りたいと思ったらもうすぐ乗れる、ね、そうですね、なるべく早めに相談に来てもらった方がいいと思いますね、でそのそういう相談なんかも、はい、あの随時あの受け付けてるんで、はい、あのとにかく自分の車でとか、うん、あのこういうワゴン車で、うん、改造してみたいとか、うんうんうん、っていう相談がある場合は、はい、あのうちの方にお問い合わせをいただければ、ホームページの方からお問い合わせすればいいですか、そうですね、ホームページもいいですし、はい、うちの電話番号簡単なんですね、はい、04-7711-8811、はいね、意外と覚えやすい番号だと思うんで、はい、午前中はプラプラどっか遊びに行っちゃってるんで、はい、あのできれば、3時4時ぐらい以降に夕方に5時から男なんで、あの平日とか週末とかどっちか、週末は結構展示会に出てるんで、はい、じゃあ平日の方が、週末は大体、はい、朝から起きてます、あ、なるほど、なるほど、だから週末はいつでもいいんですけど、はい、平日は夕方ぐらいから電話いただけるとありがたいですね、わかりました、はい、ミルミルランド、というわけで、梶原さん、なんかお知らせがあるということなんですけども、はい、今回ね、はい、ミルミルランドさんの YouTube を見てもらった方に特別に、はいはい、お値打ち商品があります、 お値打ち商品何でしょうか、このね、はい、旧型の、はい、ネルンダ、このネルンダのキット、さっき言った40万円なんですけど、はいはい、40万です、20万円引きの20万現品限り、半額ってことですか、半額いいっすね、いいっすよ、もう結城さんのためだからね、円やこらと、ね、ございます、でこの現品限りで、はい、キットが3つあります、はい、フリードを持ってる方で、これ旧型フリード、はい、ね、旧型フリードを持ってる方が1つ、はい、このネルンダーのキット、40万円が20万円めちゃくちゃお得っすな、ね、限定 1,、はい、これ限定1、それから限定2、はい、限定2、限定2は、はい、現行モデルの同じタイプのキットがあります、あ、はい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 、ね、あネルンダーの、現行モデルキット、はい、現行モデルキット、これも40万円が20万円。これもいいですか、半額で。はい、半額でいいです。これも接着一面、ね、はい。はい。で、それから。さらに、まだあるんですか、さらに、はい、このね、現行モデルの、シャネール、はい。シャネール。ね、これは50万円が、はい、20万円引きで30万円。めっちゃお得じゃないですか、こっちも。そんなものがあります。はい、でついでに懐かしの元コンポ、元コンポ、はいはいはい、元コンポ、はい、現品限り、はい、現状15万円、これが、これもし、ね、新車で持ってたら、はい、100万円ぐらいします、そうですよね、今ね、はい、普通のその辺のところで買っても、はい、30万40万してると思うんですよね、はいはい、ネットで、現品15万円15万円、めっちゃお買い得、はい、
でそれを、はい、合言葉が必要です。はい、合言葉何でしょう。みるみるランドを見ました。みるみるランドを見ました、はい、それで OK なんです。それで言ってもらえれば、はい、在庫がある限り対応しますんで。いや、めちゃくちゃ嬉しいじゃないですか、はい、これは。ありがとうございます。足んない分は漏れなく結城さんに請求しますから。はい、お鉢がどこに待ってくるか分かんない、はい、ね、早い者勝ちですね。そうですね、早い者勝ちで、はい、ぜひ現行のフリード持ってる方に限るんですけど、はい、もうせっかく作ったモデルなんで、綺麗なうちにね、はい、もう作ってまだこっちは3ヶ月ぐらい、うん、2ヶ月だね、はい、まだあっちも半年ぐらいのものなんで、うん、まだまだ綺麗な状態のうちに使ってもらえればと思いますんで、はい、うん、よろしくお願いします。わかりました。最後に嬉しい特典ありがとうございました、はい、じゃあどうもありがとうございます。